N かけるガールズライキッド。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラブ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキッド。このコーナーは西鉄グループとさまざまな人、こと、ものの掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン N かけるの記事を私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、西鉄の N と人、こと、ものの掛け合わせのかけるで N かけるです。ということで今日紹介してくださるのは咲かれんちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速、今日紹介する記事はこちら。誕生、西鉄バスのフリー乗車券付き賃貸住宅。 N かけるにて、2024年7月16日に公開された記事です。福岡をメインに不動産事業を展開する西鉄不動産で、今年から新たなサービス、モビリティサービス付き賃貸住宅が誕生しました。これ知らんかった。知らなかったです、公共交通機関、交通機関を担う西鉄のグループの力を生かしたもので、賃貸マンションの新規入居者に対してバスクーポンを提供するサービスなんです。すごい。N かけるでは一体どのようなサービスなのか、企画に携わった西鉄不動産賃貸事業部の荒木さんと犬塚さんに話を聞いています。はい、すごいですけれどもね、まず、モビリティサービス付き賃貸住宅って一体どんな住宅なのか、気になるよね。気になりますね。これ具体的には、西鉄バス、福岡市内24時間フリー乗車券に引き換え可能なクーポンコードを毎月4枚、入居から1年間で計48万円を申請するサービス。すごい。で、今年の2月から申し込みを開始し、4月からクーポンを提供しています。あ、じゃあここに住んだら、もうその4月、新しい新年度の仕事始めから、まあ、バス乗る方は24時間フリー乗車券。週末は、その交通料金いらずに、確かにお出かけできる。そうだよね。そうですね。すごい。1年間はもう入居から1年間それを申請するっていう、いいですね。すごいね。これは住まいとモビリティの両方に強い西鉄グループだからこそ実現できたサービス、そうだよね、強みだもんね。ありそうでなかったっていうことですよね。このサービスを始めたきっかけは、コロナ禍でライフスタイルが大きく変わり、住まいに対するお客様のニーズもこれまでのニーズから変化していった。そうね、なんか自宅勤務とかも増えたし、まあね、もちろん移動する方はね、移動してたとは思いますけれどもね。いやでも本当にここ3年4年でね、ライフスタイルは結構変わったと思いますね。まあ、そういったニーズもちゃんと変化していったので、西鉄不動産たちがこう考えて対応してくださったというのがこのサービスを始めたきっかけということですね。この西鉄バス、福岡市内24時間フリーなんですけど、なんで24時間フリーなのか、気になる。これは、バスに乗っていろんな場所にお出かけすることで、福岡の魅力をより知ってほしいという願いを願いから生まれた、そうですね。帰りの時間や乗車券を気にせずに出かけてもらい、西鉄バスの利便性をより実感してもらうことで、サービス期間が過ぎた後も交通手段として選んでもらえるきっかけになってほしいのことです。わかる。だって1年間まずもらえるわけだから、それで24時間いつでも行けるバス、だって福岡西鉄バスなんて2500台ぐらいバスがあるんですよ。これ日本でもね、かなり多い、所有数なので、それで土日も行けるわけでしょ。でやっぱ1年過ぎた後に、あ、やっぱり便利だなって、もうその頃には実感してると思うので、さらに乗れると、乗り続けていこうっていうことになりますよね。何回も降車したり乗車したりして大丈夫、ある程度はね、いけるんじゃない、だって仕事の行き帰りぐらいはね、余裕で多分使えると思うんですけれど、だから
時間を気にせずに行けるっていうのと、うんうん、やっぱりバス乗ってると外の景色見るじゃないですか、うんうん、で気になるお店とか見つけたらすぐ降りれるし、うんうんうん、確かに、うん、結構広がりますよね、うんうん、え1年間毎月え4回分24時間乗車券使えたらどこで何しますかっていう、ライブとかめっちゃ行けるんじゃない、めっちゃ行きます、うん、すごいいいよね、あとなんか気になったの、住まいとその多業種っていう広がりがあるっていうのが、うんうん、なんかね、うんうんうん、いいななんて思いましたね、これは結構知らなかったという方もね、うんうん、多いかもしれませんので、もしねまたあの福岡に住もうという方はこの西あのこの N×の記事を読むと、どんな、住まいの賃貸住宅がそういったことに対応しているのかと詳しく書いてありますのでね、うん、ぜひ記事も読んでいただきたいなと思います、うん、はい、ということで今日の N×ガールズライティットは誕生、西鉄バスのフリー乗車券付き賃貸住宅の記事を紹介しました、うん、N×ガールズライティットはこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です、うん、ラブ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify、ポッドキャストでも配信しているので、皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひ聞いてみてください。はい、カレンちゃん紹介ありがとうございました。以上 N×ガールズライティットでした。